船橋の港は波も穏やかで東京にも近いため、海の物流の拠点として発達しました。国内だけでなく海外からの、そして海外への輸出入を行う世界につながる海の玄関口です。船橋には2つの大きな道路が走っています。東関東自動車道、そして京葉道路。港と並び陸上の2つの道路は産業の大動脈となっています。東京に近いこと、そして交通の便利さを生かし、数多くの企業が船橋を物流や生産の拠点としています。精密機械などの工業製品から加工食品まで、さまざまなものづくりが行われています。加工食品では全国有数の規模を誇る京葉食品コンビナートをはじめ、市内各所に食品工場があります。食卓に上るお惣菜から外食産業のメニュー、お菓子やお酒など、さまざまな加工食品が作られ、首都圏の食卓を支えています。皆さんがよく知っている商品の数々がここ船橋で作られています。食品以外にもさまざまな工業製品が作られています。船橋には個人の職人やベンチャー企業から中小企業、大手企業まで幅広い企業が揃い、その中には他には真似のできない高度な技術を持っている企業も数多くあります。船橋ならではの優れた産品をブランド化する取り組み、船橋セレクション。工業製品、工芸品の部では4つの品が船橋産品ブランドに選ばれています。これは結ばない靴ひも、キャタピラン。簡単に履いたり脱いだりでき、足の負担も軽減できます。スポーツシューズに最適です。これはオーダーメイド革製品。工程の大部分を手作業で丁寧に仕上げます。カバン創作技術コンクールで数々の賞を受賞しています。この音叉は振動数が正確であることから、多くの音楽専門家から愛用されています。音楽用のほか、医療用、教育用などがあり、国内シェア 80% を誇っています。これは世界の高級ブランドに使われているホックです。留め外しの際の感触の良さなど、品質の高さで知られ、日本国内だけでなく、今や世界の高級ブランドになくてはならないものになっています。船橋には世界に誇れる技術があります。船橋でしか作っていないものもあるのです。船橋は多くの企業が活発にものづくりをしている都市でもあるのです。